はいどうも、妖怪三国志国取りょうず今回もやっていきます。こちらね、無課金サブアカちゃんになります。これね、ここにね、でね、今回はね、よ、まあたまにポツポツ質問されるんですけど、ね、調整ラベルコイン感謝、あとはまあ私もやっとね、このサブアカ天下統一終わったんですけど、ノーマルね、あとなんだっけ、周回してるともらえるのが、そうだ、イベント妖怪選べるコインの S ね、これのね、おすすめがね、やっぱりね、分かってきたんで、ちょっとそれのね、話をしたいなと思います。なんで、ちょっと初心者向けですね。でね、私のこの無課金サブアカは、先日ね、まあ今の国取りがすごいんで、ログインがでもまあ152日ね、いってますね。通算勝利数がやっとじゃねえな、1万をついにね、超えました。うん。で、そんぐらいのアカウントでね、まあそのうち2000勝ぐらいが国取りなんだけど、それでね、サーバー2なんですよね。で、サーバー2。で、サーバー2の世界って、一応ね、今109位なんだけど、1000万超える人がね39人で、上級39人、上級がね3人ぐらいかな。うん、まあそんな感じで、中級とかはいないって感じなんですけど、うん。で、そんな中でね、やっぱりこのスコアタっていうイベントは、そう、このね、何々のみを編成して100万ポイント以上スコア獲得っていうのがあるんですけど、まあそれね、私毎日このアイテム3つ使うとミッションクリアっていうのがあるんで、毎日ね、1種族ね、1種族ずつクリアしてって、ついにね、勇ましカイマだけになったんだけど、まあ勇ましは前半からもあったんだけどね。はい、だからね、結局ね、選べると感謝コイン、まあ今となっちゃそんなに貴重なコインじゃないんだけど、ただね、これの突破のためには非常にこのコインがやっぱり結局役に立ったなということで、今回この動画を作ろうかなということになりました。私もね、今回1000万いけるんじゃないかなとちょっとね思ってます。前回はね、前回のスコアタの時やっぱり転生いなかったんで、私ね、全然クリアできなかったんですよ。さっきの勇ましのみとかそういうの。でも今回はもう 80% まで来てるんで、 100% までいけばね、まあ、やっぱり転生とかね、地場駒とか、まあ委員長とか、今回特攻はね、イベントやってれば3体はね、誰でもゲットできたやつだと思うので、まあその影響も大きいんですけど、はい、今回いけんじゃないかということで、まあ、そのね、いけた要因としてこのエラベールとね、感謝コインがすごい役に立ったんで、それでもね、ちょっとお話したいと思います。一応ね、金貨は土日ですげえ周回したまあ今回しかもそれもね、障害者チケットとかも交換してんだけど、やっぱりね、特攻がイベント妖怪ね、これククリは前回のイベントでしょ、まあ、ちょっとグレードマックスじゃないけど、で地場駒も前回のイベント、そして今回のイベントで印帳ゲットできるから、あとの2体はね、バフ使えばいいということで、まあ割とね、あとは群馬神一生懸命優先的に鍛えたりしてたんで、そう、光月園もね、なんか頑張ったり、加工園もね、水着加工園、あ、まだこれ継承してないけど、大京ちゃんはね、角か5個つけたりとかね、まあそんな感じで少しずつね、群馬神強化してるんだけど、まあ、正直、群馬市のラインナップはね、メインアカよりめちゃめちゃいいんだけど、ステップアップでね、ちょっと5体出ちゃったから、あれで逆転しちゃったんだけどね。はい。で、あとね、勇ましとカイマなんだけど、そう、それで、やっぱね、結構スクワタが不気味になることが多くて、豪傑が結構難しいんですよ。で、これもね、イベントで頑張ったなったと、あれなんですけど、豪傑でね、そう、5体目、そう、5体しか小生以上いないんだけど、まあ、とにかくね、このスコアタをミッションクリアするためには、やっぱりね、5体強い妖怪を手に入れなきゃいけないっていうのがあってね。なんで、S エラベールも、感謝コインもね、それの、なんか他になるようにね、
選ぶのがいいんじゃないかなと思います。私ニョロロンはもうギリギリですね。ただそうでね、あと欲しいのはこういう回復、 S ランクだったら回復系、あとバフ系がいるといいのかなっていう感じにします。なんでまあ強い種族はねこうやっているけど、ただ今回みたいなねメビナニャンみたいな回復、これはね役に立ったんで、そうだから毎年あの3月とかになったらゲットできるといいのかなと思います。まあ、ポカポカもねそう揃ってるんで、まあ、たまたまキリンがいたのもラッキーかなというね。ブルジュアもね、うん、でこれあの大事なのね、コマカーちゃんもねいるといいのかなっていうところ。そうだからなるべく種族ね、これもね5体いないんだけど、院長がねたまたま S ランクの院長が回復、あとはジェントルメン犬がね回復とかだったから、これもはい役に立ったりしました。でウスラが、そうだからなかなか5体揃うって結構大変なんだよね。でミッチがねバフだから、これプラス本番誰使ったんだっけな、あこれだ、多分ディープシャドウギャラクシーとかなんだけど、まあね硬いでもよかったかな。これじわじわ回復とバフがついてますね、うん、という感じで、まあとにかくね5体揃えとくと楽になって、まだちょっとやってないカイマなんかは小生以上が2体しかいなくて、そうだがちょっとこれはね後で紹介するんで、ソラナキが大切になっていきます。ソラナキがねこれね各種族に強いんですよ、ダメージアップがあって。なんで万能ですね。しかも吸収キャラなんで、こういうね長期戦でもやられたりしないんで非常にいいですねという感じで。ただちょっとね難点がちょっとすき焼きを多く食うところが難点なんですけど、まあ、これもね非常にとにかく鍛えることが大事かなと思います。いないんだよねカイマが特に。だから不快とかはねこれもでもカイマの容器上昇とかあるんで、まあ、これもねうまく使ってっていう感じですね。という感じで、まあエンマはね黙っててもやっぱり増えていくと思うんですよ。なんかやっぱエンマって多いんだよね、なんでこんなにいるんだろうってぐらい多いんで、はい、転生もいるしね、はい。なんでこんな感じでねこんなね私でもね勇ましカイマを残すだけになったんですよ。であと1000万いける風になったんで、なんでとにかくねニョロロンとかでも見せた通りこんなね自慢発端とかですらね、まあ、今回土だったっていうのもあるんだけど使ってるので、まあまあほんとねなんていうんですか、私ねやりくり嫌いじゃないんだよな。なんではいこんな感じでやりくりしながらでもね100万ポイントアイテム3つね毎日使えばこのもらえる配布されるやつでも足りるんで、まあ、それでねほんと毎日1個ずつミッションクリアしながらやってるんですけど、そうその感もうね何ていうんだ、他のイベントだとこんな感じで5体必要なのってほとんどないと思うので、まあ今後ねこういう新しい転生とかが出てとか新しいイベント妖怪でね増えていったら今後変わってくると思うんですけど、だからねほんとねイベント選べるはこれもね本当ねもういませんって最近回答しようかなと思ったんですけど、でね大黒天とかのバフもいいんですけど、これね雨なんだよね。だからあんまり大黒天でもいいと思う。私豪傑のとこ大黒天も使ってもよかった。あと極土の子は回復かな、うん、これもニョロロンがね不足してんなら極土の子がいいかなと思います。であとは桜オロチね、これもバフなんだけど、これもね残念ながら雨なんだよね。なんでちょっとこれも雨、しかも黒い雨も必要なんでちょっとあんまりおすすめしなくて、そうでさっきも言った通り足りない種族を補うのがいい。でベッティさんもね結構いいぞ。これも攻撃が回復なんで、妖術が回復が、うん、なんだけどこれも雨なんだよね。そう雨かいって感じなんだけどね、はい。なんで私もねまあ結局のところおすすめなんですかって言ったら、王族はさっき言った通り結構ゲットしやすいんで、カイマ
カイマ交換するといいと思います。ただ注意するのがオニオーラ戦は雨なんですなんでオニオーラ戦はちょっと下げてもいいなというところで、破天ソラナキ、これはねダメージダウンの方なんですよ。さっきのソラナキはダメージアップなんだけど、まあ、破天ソラナキでもいいけど、で魔天ソラナキでもいいけどね、うん、エンマイベント時にいいだけど、まあ基本的にはソラナキでいいのかなと思います。なので、私はもうソラナキ、まあ、昔から言ってんですけど、まあソラナキでいいのかなと思いました。はい、なんでね、空転で私は今ソラナキはとにかくカイマが層が薄いのでね、なんで限界突破は2までやってもいいのかなと思いました。なんでもう1体ね、ソラナキをやって、で私はね不快もいるので、まあとりあえずもう1個の方のソラナキは、こっちは映画のソラナキで、あっちはアニメの方のソラナキなんだけどね、うん、まあバックベアードのパクリでもあるんだけど、これをまあ2凸分ぐらいね選べばいいのかなと思います。ただまだね、正直カイマの転生が来てないので、なんかカイマ来るんじゃねえかなという期待はあります。なのでまあこれもね、私現時点ではこう思いますけど、1000万のためにね、うん、だけどまあその辺はね、まあ状況によって変わるかなと思います。そして感謝エラベールの方ですね、調整の方で、これはねもうダントツですね。私これもね結構もらえるんだよね。これはね、これも今となっちゃそんなにあれなんですけども、まさかこいつがこんな中央妖怪になると思わなかった。もうダントツプラチナ鬼ですね。さっきも見た通り、豪傑って回復妖怪いないんですよ、ほとんど。なんで、プラチナ鬼でいいと思います。私の手持ちプラチナ鬼確か3体落ちてて、3体ね、使ってるんですけど、本当に、メインアカでもね、使いましたんで、必要なんですよやっぱり。なんでね、私これ何凸してんだ、1凸してるんで2体落としてるね、うん、なんでプラチナ鬼めっちゃ活躍してくれるんで、はい、これねプラチナ鬼が一番おすすめですと言います。本当にね、まあでも今ナタ2体いるおかげでほとんど回復いらないということもあるんですけど、まあ本当ね、いるとやっぱりいいなというところがあります。でまあ今転生の時代になってくるんで、まあ特にね、アタッカー系よりやっぱりね、うん、ちょっとバフ系がいいなということでね、力、まあこれダウン系だけどね、自慢発端も私使うんで、これもねプチおすすめですかね、うん、という感じで、あとはね、回復ですね、コマカーちゃん、これもおすすめです。猫2世はバフですけど、まあコマカーちゃんともう一体ね、例えば私キリン持ってるので、そういう人はもういらないかなっていう感じで、あとはとにかく種族足りないところを補うので、エンマはねなるべく、なんかねエンマってね いろんな機械で出やすいんですよ、なんとかコインみたいな。であとはね破壊、これもねこれでいいと思います。とにかくカイマがいない人はもう破壊でいいのかなと思います。であとねもう一個私今回取っちゃいます、ヌラリシン、ね、ヌラリシンでいいのかなと思います。私勇ましのミッション残してて、まあちょっと使うか正直分かんないんですけど、ジバニャンなしか、これね、ドン、ヌラリシンで、正直ちょっと今回はね分かんない、まだ勇まし最後にミッション残してるんですけど、前半はね正直失敗しました。で
一応今回ね相手が土なので、まあ正直帯なんでいいのかなと。土が弱いんでね、まあちょっとこの辺やりくりで、あとはゴズがね、じわじわ回復があるんですけど、その辺でね、ちょっと、まあ、ぶっちゃけて言うといいのかなっていうのもあるんですけど、このねヌラリシンは必殺はともかく取り付けがね力アップとじわじわ回復があって、ここで回復があるのと、あと基本はね光栄で回復なんですよ。なのでいいなと。回復なんでね、攻撃速度もまあまあ7秒50なんで、7秒5のたんびに回復してくれるんでね。なのではい、やっぱねイサマシって回復がとにかくいないので、さっきのゴズがじわじわ回復とかあるけどほとんどねないんで、まあ、冬にゃんエースとかでもいいんだけど、これも前衛だしな、うん、今回土が苦手だからなんだけど、まあちょっとねそんな感じで、はい、私の選べる2つのねおすすめはこれになっています。という感じで、皆さんねスコアタ、私もサーバーにね少しずつ群馬市に強くなってきて、そうだ忘れてた、これを引いてからヌラリシンやるんだったんだ、忘れてた、これはぶっちゃけあれだった、これはそうだ、ちょっとシナリオ間違えた、これあ劉備だ、これ初ゲットじゃないか。まあこんな感じで少しずつねいろんなコインもたまにゲットできるので、そうだ俺これ小生拡散とかやってからヌラリシン交換するはずだったんだ、これで出たら超ウケるなそうだ本当はねこれを先、あジバニャンいた、これを先にやっといてやれよっていう、そういうシナリオだった。これでヌラリシン出たら超ウケるな、まあでもそれでも一突できるからいいか。おお自慢ハッターいいね、私自慢ハッター使う派なんで、はい、角4スコアタはねとにかく、あ押しちゃった、あいいね駒川ちゃん、まあまあ出なかったね。なんで回復とバフはね大切にしようという話で、雨妖怪はね注意しましょうという感じで、はい、スコアタ残り火水木金とね一応まだ実質4日間分あるんで、はい、私これで今日の晩もやっちゃったんで、今日はね合計クリア初めてできたんだよね。昨日ねぶっちゃけすると失敗してて、でやっとねナタがねグレードマックスになってね、さすがにそれだとできるようになりました。なんでね、はい、やっぱナタの命中ダウンでねこれがすごい良かった。まさか大角の神をこんな使うとは思わなかったんですけど、はい、もうプラチナはね本当あれで、はい、そんな感じで、まあねやりくりもね楽しさの一つなんで、ぜひね1000万サーバー2のね人たち目指して頑張りましょう。ちょっとサーバーにはねさっき言った通り40位以内がすごい壁になってて、今回ね、はい、1000万超えればもしかしたらさっきもね39人までとか40位になれるのかなというところで、はい、いろいろ頑張りながら、クマシンがねとにかくちょっとね今回いろいろ優先していろいろ強くしてね、あの羽はとにかくね使ったり、国取金貨もね羽に優先したり、このキャンペーンもね羽使ったりしてやったりしてるんでね、ぜひ1000万超えれるように、これね大角の神とかに使ったりしたんだよなうん、でもまだね羽が羽じゃねえや、1000万いかなくてもね一応パワーでねゲットもできるんで、ちょっと最後ゲットして終わりにしましょう。まあね特にねそんなにこのねククリと、そうメンバー3体はね前回のイベントの妖怪ですし、特に最近始めたねユーザーとかでもなんか活躍しやすくできてるんでね、ぜひ
頑張っていきましょう。群馬市ね、とにかく優先で鍛えるといいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じで進めさせ1000万もね、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、まあちょっと土日金貨アップの時にね、金貨集めは頑張りました。はい、すいません、またお会いしましょう。さようなら、頑張った。